みなさん、こんにちは。健康の時間です。今は実際夏、初めて夏、だんだん、真夏に入る。ちょっと暑い、あるいは熱射病に気をつけて。でも実際同時に、特に体弱い人、冷え性の人は、こういう時期に、よく太陽の光を利用して、もちろんお昼じゃなくて朝とか夕方くらいとか、太陽の光はちょうどいいの、気持ちいいの状態で、少し外に置けて簡単な動作、呼吸やりながら、そうすると継続続いて私たちの健康に実際はどんどん健康になるでしょう。だから今暑いですけど、その中にちょうど自分にいいのを利用して深呼吸して、実際その練習の時に汗も出てるし、この汗出る時代はもう非常に体にいい。なぜ冬の中の寒いの日、あるいは湿の日とか風の風とか、体の病気になるの原因のいろいろ病弱し、あるいは濁り口とか全部出して、体必要の飲用の口、酸素、あるいは体元気のパワーエネルギーもどんどん体に入って、そうするとこういう状況は続いて、さらに一定の温度をして、これの以外に実際は体だけじゃなくて心も、自分の脳もみんなそれより元気になるでしょう。